田のレース場で、あの橋の上からレースを見てかっこいいなと思って、それでですね、ちょうど募集期間の時だったんですけど、でもう自分目が良くて、もともとで視力が良くて体重軽ければなれるんだなと思って受けました。スポーツ選手ってちっちゃい頃から、例えばゴルフとか野球とかサッカーとか、ちっちゃい頃からやってないとなれないじゃないですか。でも募集の募集要項みたいなだけ見ると、なんか誰でも受けれるのかっていう感覚に、まあ勘違いなんですけどやる気求むみたいな感じですよね。スポーツ経験がなきゃダメですみたいなとか、なんかそういうことを書かれてたら多分受けてないと思うんですけど、もともとレーシングカートに乗っていて、でまあサーキットでレースをしていて、でもまあもちろんレースがっていうその興奮とかあの感じがすごい楽しかったのと、あとやっぱ男性と一緒の同じ立場で戦えるっていう、もう快感なんて言うんですか、あの勝てた時のなんかやってやった時間がすごいもうたまらなく楽しくて、でまあそんな時にテレビでボートレーサーの趣味っていうのをアキーナがやってて、まあ願書出すだけ出してみようと思ったのが本当にきっかけで、そっから初めて願書出して初めてボートレース場に行きました。自分は両親がボートレース好き で、まあ、ちっちゃい頃からキッズランドみたいなとこ行ってキャ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 遊んでて、まあ、全然ボートに興味なかったんですけど、自分3兄弟で真ん中なんですけど、親が、まあ、お前が一番根性あるからちっちゃい頃からこう言われてて、まあ、口ではなるなるって言ってたんですけど、まあ、ぶっちゃけそこまで興味なかったんで、まあ、そのまま普通に就職するんかなと思ってたんですけど、なんか変わったことしたいなと思って、それで、まあ、親に勧められてたボートレーサー目指そうかなっていうのがきっかけで、まあ、受け始めたんですけど、まあ、試験受けるのに5回もかかって、5回受験、はい、まあ、隣の方は1回で受かってるんですけどしかも111期からスポーツ推薦っていうのができて、自分戸田の庭園でバイトしてたんで、はい、もしよければスポーツ推薦でやってやるよみたいな言われてたんですよ。よしスポセンならこれは受かるわみたいな思ってたら、ごめんちょっともっとすごいやつが出てきた。それが彼女で、私でした。持ってかれた、全部持ってかれて、もう一から勉強して、まあ受かったんでよかったんですけど、一発でのこのこ受かってて、それが先輩だったらちょっとやだったなみたいな。同期でよかったね。同期でよかった。でも縁ですね。お父さんは当時誰のファンだったんですか。いや、なんか池上裕二さんにペアボート乗せてもらったみたいで、そっから結構池上裕二さんが好きとは言ってます、ね。そうなんだ。はい、初耳。そうなんですよ。実は。今日いたね。今日いたね。今日いたねって先輩。大豆生田選手のきっかけは、自分の家母子家庭で、結構お母さんずっと苦労してたんで、なんか早く就職っていうか仕事に就きたいなとはずっと思ってて、で中学卒業とかの時になんか進路希望とか出すじゃないですか。それの時に高校って思ったら、正直高校行きたくなかったんですよ。自分兄弟お兄ちゃんが一人いるんですけど、自分たちを一人で育ててくれてたんで、恩返しだけはしないとなって思いますね。だって同級生の人たちはまた違う道をこう歩んでて、楽しい生活をしてるわけですよね、はい、そういうのは羨ましいと思ったことはなかったですか。正直やっぱ思いましたけど、中学卒業するときに友達全員分のやつも消して友達いないってことにしてもうまあ元々いないんですけどその姿お母さん見ててどうでした。もう卒業式とかの時は本当に泣いて喜んでくれましたね。でも皆さんの口からやっぱりヤマトっていうキーワードが出ますけど相当きつかったですか。きつかった。いやきつかったですね。どんくさいっていうか、なんかやっちゃうん
ちゃいけないボートのネジ取っちゃったどこどこあの棒電話やのあのレバーのとこをクッて入れてダルマミスのそう、あれ緩めるだけじゃん、はい、緩めるだけなんですけど、それをあのある教官にそことそこ取ってって言われたんですよ。でそのそれでもう完全に取っちゃったんですよね私。それを緩めてこっちを取ればいいんですけど、このワイヤーの部分を取ればいいんですけど、取ってって言われたからもうビスを取っちゃったんですよ。次の男の子が一緒にペア組んでる子があれビスがないみたいな感じになって、で私持ってるよみたいな感じで普通に教官が取ってって言ったんで取っちゃいましたみたいな感じで、取りましたって言ったら俺言ってねえよみたいな感じになってめっちゃ怒られてそのビスっていうのは取るっていうのは、ま、もしかしたら間違うかなっていう失敗なんですか今の会話は自分たちの気は取った人はいないですねジョイはリアルスコープでも出てたんですけど、あのロープこうロープって引っ張ってエンジンかけるじゃないですか、私あれが全然できなくて夢中で引っ張ったらバッてなってバッてなってピョンって飛んでちゃったもう一回じゃんバレーって縫っちゃってで水面に落っこっちゃったんですよ、はいはい、でバレてないなと思ってピョンって行っちゃったんですよすばるでしょ漫画みたいに綺麗に弧を描いてピュンで飛んでって、でもなんか教官が柳田教官がまず気づいてなくて、これもう気づかないうちに取ろうと思ったら助教の正津教官がおい何やってんだよみたいな感じになって、で結局飛び込めってなって、飛び込んだどうやって飛び込んだんですか、どうやって飛び込んだんですか、どうやって飛び込んだんですか、なんか落とされた気がするさ自分リアルスコープで見たんですけどピョンってかわいいかわいい感じピョンってまた聞きますけど、そういうロープブンブンってやってかからないこうシーンをよく見ます、はい、ちょっとピューって飛ばしちゃうことはあるんですか、実は結構ありますね、ありますね、この前桐生でやってきましたプロになってもプロになってもリアルバンってやったらピュって怒っちゃって桐生は沈むロープなんですよ、うん、で、まあ、それが普通の浮くロープよりもちょっと高いんですよ。そうすると、まあ、ちょっとこっちの方があれなんで急いで手水水面にバーッとってなんとか救助します。素晴らしい、それすごい、何ベッドメイクみたいな、ベッドメイクだけ褒められました。すごいんじゃないですか、すごいんですよ、すごい綺麗なんですよ。へー、確かに。もともと几帳面だったんですか。とても几帳面です。すごいですよ、ロッカーとか開けたらあーもうちょっとバーみたいな、すっごい綺麗なんで、なんでそんな嫌そうに言ったんですか。綺麗なんだもんね、本当に綺麗です。あ、じゃあ部屋とか行ったらえらいことになって綺麗に揃ってる。そうですね、なんか友達とか来てちょっとペイとかってずらされるとこう戻したくなりますよね。うわー嫌なタイプ、やっちゃいこうやってやっちゃいやっちゃい、一緒に住めないわ、ダメだ。訓練時代って女子ってほら髪短いでしょ、はい、あれってどうなんですか、耐えられました、まあ、もちろんやりたいことのためだから我慢しなきゃいけないんですけど、余裕でしたね、はい、もうあそこに入ったら、うん、女子って感じじゃないんで、うん、むしろ髪の毛結構邪魔って感じなんで、うん、ショートカットでも邪魔なんで、うん、でもうみんな坊主にして坊主にして剃りました、はい、みんなみんなでやりました。私もやりました。110期も110期は私と、もう元々坊主にして入ってきた子がいて、うん、で私は途中でもう髪の毛が邪魔になってうわ男前で、それは先生からの罰じゃなくて自ら坊主にしたっていう人、手挙げて、はい、すごっここで言い出しっぺでやろう、坊主にしたいよねみたいな話をしたんですよ、やめるなら今でしょ、ね、はい、あのやるなら今でしょって言って、まあ、まあ冬に坊主にしたんですけど、うん、自分でそこまで嫌がってたんですけど、はい、乗せられました。みんなを丸め込んで、みんなこう一人ずつやってって最後までやだやだ言ってたんですよ。でもう最初はこうみんなで全員でやろうよみたいな感じだったんですけど、ずっと抵抗してるんで、うん、あもう知らねえって言って帰ろうとしたら、やっぱやめるもう一回坊主になりたいと思いますか。もういいです、大丈夫です一生に一度の思い出で
トースポチャンネルをご覧の皆様に素敵なお知らせです。今ですね、スカパーレジャーチャンネルにお申し込みいただくと、なんと抽選で5名の方にこちらのサイン入りアイラブボート T シャツを、さらにはですね、5名の方にこちらのサイン色紙をプレゼントいたします。こちら埼玉若手カルテットの4人のですね、レースも見れるこのレジャーチャンネル、皆さんぜひ加入してください。なおですね、お申し込みの締め切り日は10月20日となっております。ご覧いただいておりますこちらの画面に表示されている URL にアクセスしてください。皆さんお申し込み待ってます。来いちょちょちょこらこらこら、ボートレース専門チャンネルレジャーチャンネルがさらにパワーアップ、なんと1チャンネル増加、最大8チャンネルでレース中継を生放送、さらにさらに女子レースをお伝えするガールズチャンネルが JLC684HD レディースチャンネルとなってハイビジョン放送に、ますますパワーアップするレジャーチャンネル、ボートレースをもっと楽しもう。